Taki, known as the Dark Hunter, is a ninja and demon huntress. Her quest to find Soul Edge ended in a confrontation with Cervantes, the greatest foe she had yet faced. After a deadly battle, Taki emerged victorious, but not before her beloved sword Rekimaru was shattered. She returned Sofitia, the young girl she saved in battle, to her homeland, and then Taki, too, made her way back home to Japan. Foremost in her mind was the mending of her sword, which she intended to do using a shard of Soul Edge. Alas, the two swords were incompatible, and she had no choice but to give up. However, there was another sword she could try, the enchanted blade she hid before leaving Japan, Mekimaru. Mekimaru ka. Kono katana sa inakereba, Fuma no sato o nukeru koto mo nakatta mono wa. Kore hodo no chikara, atsukai ni wa saishin no chuui wo yousuru na. Souzou wa shite ita ga. Soul Edge no hahen to Mekimaru.これほど馴染むものとは。しかし、やはり霊力が強すぎる。制御しきれるものなのか。滝の姉さんよ、やっと見つけたぜ。劇つけられたか。メッキマルは時様のもの、返してもらうぜ。まだメッキマルを狙っていたとはな。だが時にこの刀を渡すわけにはいかん。言葉に気をつけろ。時様はお前の恩師だろうが。かつての恩師と言うべきだな。お前こそ腹心でありながら時の乱心ぶりに気づかんとはな。滝姉さんよ、キレがないぜ。何の細工をしていたのかわからんが、だいぶん力を使ったみたいだな。さあ、刀を渡してもらおう。ファイト。いただく。レトロック、いざってや。おっと、これがメッキマルか。しまった。どれどれ。やめろ劇、それを抜いてはならん。なんだ。ターン。ちくしゅう、メッキマルを。おい、逃がすな。しばらくはこの刀と命運を共にするよりないか。だがこれほどの力、なんとか使いこなせないものだろうか。タキよ、本当に逃げ切れると思っているの？お前こそ大した忠誠心だな、マキ。トキの状態に気づかぬお前でもあるまい。だからこそいいのよ、トキ様は。お前らしいな。あなたがおとなしくメッキマルを渡すなら、トキ様もお情けをかけてくれるとおっしゃっているわ。そんな言葉を信用すると思うか。そう言うと思ったわ。でも時様の覚えがめでたいのは本当よ。
そして細工は流々毒の粉かやってくれるファイト。皆さん KO！ タキ、どうせあなたは逃げられない。忍びの命より儚いものなどない。さすがは安延衆といったところか。油断はできんな。こやつらに対抗するためにもメッキマロを使いこなしたいところだが。万事の里からかなり遠くへ来てしまったが。ん？この装束、万事の里のものに間違いないな。色即是空。何？ファイト！シュン！ああ！せっ！この程度か。KO！これはカラクリ人形か。言霊を込めて操っていたというわけか。これほど長い間効力が続くとは凄まじい術だな。我が術をよくぞ見破った。されど異国より剣と共に我が戻るし時、異国の剣、ソウルエッジのことか。ソウルエッジは二振りで一対をなす剣だった。残された片割れを破壊し損ねたのは確かだが、この気配はモード卓用。封印が破られたのか。厄介なことになったが、捨ておくわけにもいかんな。久しぶりです、タキさん。封じ部の長よ、今は先を急がせてほしい。モード卓用の恐ろしさ、お前もよく承知のはず。メッキマルは使いこなせそうですか。お前までそのようなことを言うのか。勘違いをしないでください。メッキマルは必要です。だがそれは乱心した時を撃つため。お前は浦部衆だったのか。その通りです。狩猟の過ちを正すことこそ浦部衆の務め。しかし今の浦部衆の長に時を倒せるほどの強さはない。それゆえメッキマルが必要なのです。メッキマルは言霊を込めることで短時間ならば制御できる。刀を渡せとは言いません。時を撃つためにあなたの力を貸してくれませんか。すでに里を抜けた身、抜け人の宿命は一つ。道理ですね。ならば分かっているでしょう。里を抜けて命があったものの、かつて独り立ちないことを。バトル1ファイト。たっ、いや、力はその程度か。うわぁ、 KO！ バトル2ファイト。でいや、うらん、いや、うわぁ、 KO！ バック負けない。バトル3ファイト。キーそれだ、ハッドハッドメスよ KO！
さん。よくぞその刀を使いこなしたものだ。やはり封じ目の長には私よりあなたが収まるべきでした時の始末はあなたに委ねたい。時は滝さんにとっての恩師。あなたの心境は察します。しかしそれでも時を撃ってください。抜け人を見逃すのか。それが浦部の務めを果たすためなれば、あなたが動きやすいよう風魔の里の追っ手も私が抑えましょう。そしてこれをあなたに託します。これは蘭奢待。あの神器を秘めているという香木か。妖魔を封ずるのならばこれ以上の触媒はないでしょう。感謝はする。だが私はなすべきことをなす。それだけだ。ええ、もはや会うこともないでしょう。さらば。主義。陰術には自信があったのだが、嗅ぎつけられるとはな。我が術は例の痕跡を嗅ぎ取るゆえにな一族の鼻つまみ者が何のようだ抜け人に言われとはないがな。お前は時の命におとなしく従うような人間ではなかったと思ったがな。ほほう、分かっておるの。その通り、メッキマルとやらには大して興味もないわ。我が望みはモード卓よ、奴を刺激してやることよ。何？滝よ、お主はどうやって奴を封ずるつもりだ。今の奴は周囲の妖怪たちの力を取り込み、以前にも増して強大になっておる。メッキマルならばモード卓用を散滅することができよう。小賢しいぞ滝。それだけではあるまい。何を隠している？申さぬか怨霊を使うか。邪道の止め。洗いざらい吐いてもらうとしようか。ファイト。K.O. ミーメ、ニーメ、こやつらも怨霊だったとは。なんとか封ずることができたか。か、か、見たぞ見たぞ。それは蘭奢待か。なるほどなるほど、密かに盗み出したものか。この体も見切り時か。次の依り代を見つけねばな。こやつの正体も気になるが、今はモード卓用を封じなければ。宝光寺は近い。この強烈な妖気。待ち伏せか。貴様、モード卓用に見入られたか。バトル1ファイト。くっ
バク KO。 ああ、断滅せよ KO。 歴史の闇に沈め。モード卓よ、覚悟。滝の姉さん、里を抜けたってのにご苦労なことだぜ。黙っていろ、次は時の番だ。時様は今頃この国にはいないかもだぜ。何？お前が追っていたソウルエッジのことを時様が知らないとでも思ったか。メッキマルだけが力じゃねえってことさ。時を追えばソウルエッジに行き着く。これも因縁か。いや、私はなすべきことをなすまでだ。再び海を渡るか。The names of the warriors whose fates were bound to the two swords have been etched into the very fibers of history.